部だけが滅んだことで織田家の藩とは大幅に拡大。信長による天下一新は目前となりつつあった。あとは西国の毛利さえ倒せば天下の体制は決する。信長は家康に東国を託すと自身は京へと帰還。毛利攻略に苦戦している秀吉を助けるべく光秀に講演を命じると、自らも出陣すべく準備を進めた。本能寺の変。久しいな、光秀。父、信行の仇、うちに来たぞ。まだ撃たれるわけにはいかぬな。俺は信行を死なせた後に誓ったのだ。乱世の断りを壊し尽くすと。その誓い、果たさねばならぬ。まあ、俺は親父を。信長様。何事だ。明智殿、ご謀反。来た。是非に及ばず。光秀さんが、なんで。光秀、お前は逃げる。やすけど、参るぞ。御意。敵は本能寺にあり。本能寺に攻め入り、信長を討つ。かかれ。現れた山中。だがやすやすと討たれる信長ではない。迎え撃て。役族明智光秀を返り討ちにせよ。明智殿の動き、まるで信長様予想していたか。やすけ、考えてる。糸間はありません。やすけは信長様を守る。それだけです。鉄砲隊を進ませる。木枝の中央を押さえて敵を分断する。直ちに備えの兵を出せ。明智勢の狼藉を許してはならん。この程度で信長は撃てぬ。次はどうだ。織田と明智もろともに焼き尽くせとのことだ。遠慮なく火を食らわせてやれ。この日、明智勢によるものではあるが、どうやら横槍が入っている。伊賀の里を荒らされた恨み、今こそ晴らす。炎に巻かれて散るがいい。伊賀衆の残党か。助けます。もはや炎に動じる俺ではない。父上をおろおろしなくては。皆の者、急ぎ火星に向かうぞ。織田の着手か。明智の撃退は敵の息をくじけろ。行くぞ。海洋届かぬ。
このままあからねばならん。横槍は猪の衆さあ、執念深い男よ。信忠はまだ無事のようだ。俺がめちゃくちゃにしてやる。逃がせん。そんな俺と十兵衛の戦の邪魔はさせん。知らせはしねえ。信長、貴様はここで人知れず惨めに死ぬのさ。死のうは一条。さる、信長を殺すな。サンダル、お前ではない。Yeah.
ついに変わらず。よかろう。ならばその覚悟を示せ。今の俺の刃が生くらかどうか試してみるといい。今の俺は冷静さを欠いているようだ。の言葉に従い、一度引こう。頭を冷やしたところで、結論は変わるまい。殿は引いたか。この間よし、撃って出よう。一兵たりとも逃してないぞ。進ませていたか。味な真似をするではないか。信長様よりいただいたご恩、返すのは今です。
どうするのか。必ずやこの手で、あたを撃つ。あなたとの誓いを果たすまで、俺は決して倒れぬ。それは止まらぬならば、俺はお前の覚悟に応えるのみよ。まだまだ来い、死ぬべ。ダンセを壊し尽くすため、ダンセの象徴たるあなたを倒す。これが俺の出した答えだ。それでいい。親父！ダンセは終わる。新しき世、お前が見届けよ。Don't forget to subscribe!